まあ、川口選手、まあ、長年日本代表のゴールマウスを守ってきたキーパーで、誰もが、知っているゴールキーパーだと思います。今までの、キーパーもそうですけど、川口選手みたいに長年正ゴールキーパーとして、日本代表を守ってきたっていう人は、いないのかなと思います。なぜならその監督が変わることによってキーパーが交代したりっていうのは、まあ、近年起きてきたことなので、それに関してはとてもすごいことだと思います。あとは高校卒業してすぐに、プロに入って、正ゴールキーパーとして若い、年代ですけど、ベテラン勢にも、しっかりと自分の意見を言って闘志あふれる、若い頃は闘志あふれるスタイルでプレーをしていたこと、あとは、キーパーとして初めて、イングランドの、ポーツマスでしたっけな、海外挑戦したってことも、ナンバーワンになってくる、道を切り開いてくれた一人のキーパーだと思います。多分、キーパーに詳しい人だとですね、アジアカップの、PK 戦っていうのがやはり印象に残っていると思うんですけど、もう絶体絶命のピンチを、何度も何度も救ってきてくれたのが、川口選手。まあ、他にも、救ってくれたキーパーの人たちはいると思うんですけど、やはりその長年守ってきたっていう安定感であったり信頼度、そういったピンチを救った回数ですね、あとはその人としてチームをまとめられる、自分が出ていなくてもチームのために、できるっていう、全ての総合した面からして歴代ナンバーワンキーパーっていうふうに、言われているのかと思います。以上です。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、 Twitter、Facebook、インスタもやってますのでフォローよろしくお願いします。 LINE アットでも友達絶賛募集中です。コメントもガンガンしてね。